2011年11月、ハリウッドのパラマウントスタジオでキヤノンは映像制作市場への本格参入を高らかに宣言。それがプロ用のデジタルシネマカメラ、シネマイオスシステム。高機能性で高画質な映像表現を実現。まさに映画制作に革命を引き起こします。それではシネマイオスシステムの驚きの性能をご紹介しましょう。まずは高画質。プロフェッショナルにとって必要なスペックを小型軽量ボディに凝縮、まさに息を呑む高画質を実現します。また最大2万の ISO 感度で今まで見たことのないような映像表現が可能になります。最小限の照明で最大限に美しい映像を作り出すことができます。圧倒的な高画質を実現するシネマイオスシステム、それを支える技術とは何なのでしょうか。開発者の声が届いています。このシモセンサーはまず何といっても高解像度というところが非常に大きな特徴でして、フル HD の4倍の画素数、829万画素というものです。そもそもこの小型のビデオカメラに搭載しているエンジンがこの DCDREAM3 というものです。このエンジンは今回のシネカメラ、こちらにおいても十分に性能を引き出せるというだけのポテンシャルを秘めていたということが今回実証されたと思います。高感度に関してですけれども、何よりもやはり CMOS センサーの性能が高いということが挙げられます。高感度のために必要な性能というのは、CMOS センサー自体の感度、これは小さな光をいかに効率的に感じられるかという性能です。それからもう一つは SN 比、これは CMOS センサーの出力の信号にノイズがいかに少ないかというところを表します。この2つの性能によって実際の ISO 2万の高感度を実現しております。ダイナミックレンジの広さであるとか、あとはノイズの質の良さであるとか、こういった要素に特徴付けられる内容からフィルムに取って代わることが、可能になるカメラだと考えています。我々はこの EOS-C300 を使って世の中の映像制作の裾野をもっともっと広げたいと、そういうふうに願っております。次に小型軽量、精神の軽量小型ボディにより場所を選ばないあらゆるシーンの撮影が可能に。バイクに装着して撮影をするなど表現の自由度はさらに広がっていきます。We had it mounted on remote control helicopters. There were two helicopters, one shaped like a traditional helicopter and one kind of like a spider or mantis with a bunch of propellers in a circle. それでは小型軽量を実現するその秘密を紐解いていきましょう。デザイナーの声です。最も優れている点の形ですけれども、非常にコンパクト、小さいということが一つです。通常取れないような位置であるとかカメラアングルで撮影ができるということが非常に評価されているというのを感じました。ある方がですね、切り攻めという言葉を使われたんですね。切り詰めってどういうことなんでしょうかということで、お伺いしたところ、例えばその壁ギリギリ、とかですね、その地面ギリギリといったようなそのギリギリの位置からの視点というものが非常に新鮮で斬新ですねということを伺いました。特にその形に関して言うと、そのギリギリをどこまで広げられるかということが、我々のできることなのかなというふうにその時に感じました。
ヨッシー300をデザインするにあたって、我々が掲げたデザインコンセプトというのは、モバイルコアデザインというものを掲げています。このように、さまざまな現場に想像に対応し、プロカメラマンの想像力を支えるカメラ、これが我々の考えるモバイルコアデザインです。シネマイオスシステムというのはまだ始まったばかりです。でこの C300 というのは、これからまあ広まっているということで、多くのユーザーの方に使っていただけるというふうに考えています。その時にですね、我々がまあ想像もしなかったような使い方であるとか、さまざまな意見が上がってくることだろうというふうに予想しています。ですので、そういった意見をうまく取り入れながら、まあ、撮影する方の技術であるとか、映像のトレンドであるとか、さまざまなそういう進化に対応していきつつ、やはりキャノンならではといったようなシネマカメラというものを作り上げていきたいというふうに考えています。最後に信頼の光学技術、今回新たな EF シネマレンズを独自開発、撮影したいシーンに合わせて EF レンズや EF シネマレンズを組み合わせることができます。I've been using some still lenses occasionally when I need just maybe a little bit more speed, or we're in a tight space and the zoom has been too big or too intrusive. But primarily we stuck to the two Canon cinema zooms. There's a wide 14 to a 60 and a tighter one, a 30 to 300. They're both terrific, terrific lenses. I wouldn't hesitate to use them under any circumstances. Good speed, good measure of focal length, sharp as a tack. I see color fidelity.You couldn't really ask for very much more. それでは新たな EF シネマレンズの背景にある驚きの秘密を解き明かしていきましょう。開発者の声です。光学性能におきましては 4K レンズにふさわしい高画質、具体的には高い解像度ですとかコントラスト、で同時にフォーカスブリージングですとかディストーションを十分に抑えています。美しく柔らかな、表現、フォーカスズーム、アイリスの、ギアの位置を揃えるとか回転角を広げたり、そして指標の位置をですね、傾斜配置いたしまして、カメラマンの視認性の向上を図っております。これらによりまして、プロのカメラマンの方に満足して使っていただける操作性を実現しています。シネマ市場、特に最高峰であるハリウッド市場にですね、今までにない圧倒的ナンバーワン製品を導入し、シネマ産業の発展とキャノンのブランド力向上を目指してきています。いかがでしたでしょうか。高画質と機能性、そして豊富なレンズ群がまさに映画制作に革命を引き起こすシネマイオスシステム。その背景にはこのような最先端テクノロジーが込められています。さらに 35mm フルサイズの CMOS センサーを搭載し、 4K 動画記録を可能にする一眼レフカメラタイプの開発も進めています。ますます進化するシネマイオスシステム、どうぞご期待ください。